森山良二は福岡県北九州市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。福岡大附属大堀高校では入学時からズバ抜けた球威を誇り、3年夏の1981年にエースとして夏の甲子園大会に出場。初戦の2回戦で箱館優藤5安打に失点に抑えて関東勝利を収めたが3回戦で 鎮西高校に敗れている。早稲田大学を目指して2年間浪人にした後、北九州大学に進学した。1年秋には、外野手として、ベストナイン。2年秋の1985年には、エースとして、九州六大学リーグで3位に入る。原動力となったが、高校時代から注目していた、西部の球団管理部長、根本ム夫が接触、入団を打診されて、 同年で大学を中退。翌年、野球部のないオノフーズに入社して、レストランでレジ打ちなどを行い、1986年11月のドラフト会議では全くと言っていいほどのノーマークの中で西部から単独で一位指名を受けた。担当スカウトは、楠木上鉄で契約金と年俸それぞれ5000万円、480万円で入団している。 脱者としての素質にも定評があったが当主となり、1年目の1987年の自主トレーニングの段階から優れた身体能力を発揮し、森正明監督にはバランス能力の高さを評価されている。9月10日に一軍初登板を果たすと10月13日にはプロ初先発で初勝利を挙げた。同年の日本シリーズでは第一戦で、 リリーフとして登板し、1イニングを1アンダム失点に抑えている。1988年は、東尾治の出場停止や小野和幸の遺跡もあって、先発ローテーションに入り、パームボールを武器に前半戦だけで8勝を挙げて、ローテーションに定着した。躍進には、東尾の助言もあったという。後半戦は、パームの請求に苦しんだが、 シーズン2さんで10勝し、同年の日本シリーズでは、第4戦で最小被安打のシリーズ対記録となるに、安打カンプー勝利を収めて、優秀選手賞を受賞した。これらの活躍が評価されて、新人王を獲得し、オフには1000万円増の年俸1500万円で契約を公開している。1989年は、 肘と肩の故障から2試合のみの登板に終わる。1990年はオープン戦で高騰して先発復帰を目指したものの未勝利となった。1991年頃から南東派への転向を目指す。1993年開幕直前の3月24日に清水義士との交換トレードで中村秀夫と共に横浜に移籍した。横浜では 中継ぎやローテーションの谷間の先発を任され、6月6日の対中日戦で5年ぶりに先発勝利を挙げている。1995年限りで現役を引退した。引退後は、横浜で1軍投手コーチ補佐2軍投手コーチ補佐を務め、横浜対談後はフルス西部に復帰し、2軍トレーニング投手コーチ2軍投手コーチに、 軍トレーニングコーチ2軍投手兼トレーニングコーチ1軍投手兼トレーニングコーチ2軍トレーニング兼投手コーチを務めた2007年はチーム防御率5位に低迷して26年ぶりの B クラスに終わり10月7日に球団側から来季は契約しないことを通告された2007年でコーチの契約が終わり他球団への移籍も白紙になっていたところ四国 九州アイランドリーグの福岡レッドワーブラーズから監督就任のオファーを受けてこれを受諾。地元での人望が厚く、かつプロでの実績がある点を評価されたという。プロ入りする選手が生まれることを目標に2008年から2009年まで監督を務め、球団がリーグ戦参加を休止したのに伴い退団。 2010年から東北楽天ゴールデンイーグルス1、軍投手コーチに就任。2013年には、球団史上初のリーグ優勝、日本一に貢献。2015年のみに軍投手コーチを務めた。2018年6月16日、再開の責任を取って辞任した、梨田正隆の監督辞任に伴い、ブルペン担当からベンチ担当に配置転換された。 2019年、則本高弘や岸高行きらが、長期不在の中、若手の石橋良太を抜擢して3位に導く手腕を発揮。シーズン終了後に契約満了に伴い、楽天を退団することが発表され、2019年11月4日、西部時代同僚だった、工藤君康が監督を務める福岡ソフトバンクホークスの一軍投手コーチ就任が発表された。 背番号は92。2020年は12球団唯一となる2点台の投手陣を率い、同年のリーグ優勝、日本一に貢献した。初位、ドラフト会議における隠し玉の例として有名である。大学を中退して、アマチュア野球での所属がなかった時期には、アメリカマイナーリーグに参加していたとも言われている。大学は中退しているが、関連人物として、 母校での講演に招かれたことがある。最速時速1 4 3トルの速球やパームボールに加え、カーブやスライダーを駆使した。また請球がよく速球が低めに決まり、マウンド度胸の良さにも定評があった。プロでは、新人王を獲得するなど活躍したが、故障などの苦労も経験し、高圧的にならず、後輩に好かれる性格だったという。 1988年のオープン戦で中日相手に高騰した時、星野仙一監督が試合後のインタビューで、なんであんなわけわからんピッチャーに抑えられるんやとぼやいた。このことが同年日本シリーズ第4戦の完封へとつながった。試合中ベンチに戻るたびに中日ベンチを睨みつけていたという。なお、2011年には一軍投手コーチを務める。 楽天監督に星野が就任することになり、星野も森山を投手コーチとして続投させている。横浜遺跡時はシーズン開幕前のため、欠番であった背番号を24をつけたがこれはチームに長く貢献し前年引退した遠藤和彦の番号のため空いていた。ありがとうございます。